皆さんこんにちは、三重県知事の鈴木英敬です。今月号の県政ダイアリー三重の特集は巨大地震に備えるです。皆さんにお伝えしたいのは確認しよう、個人の備えと地域の備えについてです。今年は昭和東南海地震から75年の節目の年です。皆さんには今一度地震から身を守る備えについて確認していただきたいと思います。県ホームページ防災三重 .jp では緊急時のお役立ち情報や各市町の避難所、ハザードマップなど防災に関する情報について確認することができます。また県では防災技術指導員を派遣し、マイマッププランの作成支援などを行っています。マイマッププランというのは住民の方一人一人が津波避難計画を作成するためのツールであり、それぞれの地域に合った最善の避難プランを考える上で重要な役割を果たします。災害への備えにおいて重要なのは個人の備えである自助と地域の備えである共助です。近い将来高い確率で発生が予想される南海トラフ地震を含め、いつ発生するかわからない地震に対し備えの強化をしていきましょう。県としましても引き続き公助として防災への取り組みを進め、自助、共助、公助による防災の日常化を目指して災害に強い地域づくりを進めていきます。詳しくは今月号の県政ダイアリー三重をぜひご覧ください。以上、知事の皆さんここに注目でした。